気で歯切れ悪いわね。引っかかる言い方ばっかりで。まあそれはそうだけど、なんか釈然としないっていうか、変なところで悩んでる気がする。
涼しかったと思ったけど。これ。え？君は初めて見るね。もしかして暗殺者とか？いや、日本人は礼儀にうるさいからね。起こして挨拶ぐらいしても驚かないよ。あはは、できれば僕には妻子がいるから殺すのはやめてほしいな。それに殺したところで国勢は変わる。あはは、そうか、失礼。鋭い目つきだったからきっと裏稼業。採数？ああ！なるほど。鋭い目は忍者だからかな。僕はベルクシュトラーセ公国の女王陛下の使いのものでね。今日の朝着いたから、時差ボケで。ああ、自分でも見えないって思ってるよ。飯を隣の部屋に置いてある。と言っても君は僕の知り合いとはまるで違うね。さてサイスか、あーちゃんに用があるということは叙勲、いや、さっき簡単に状況は聞いたよ。断るということで聞いているんだけど違うのかな。一度それじゃあどうして急に覚悟完了できた理由は。はっきり言うけど、位を手に入れるってことはそれはもう面倒しかないことだよ。礼儀はうるさいし、位だけで判断されることもあるし、役所手続きは多いし、自由なと悪ければ買い殺しだし、たとえ立場が上になっても今度は責任が増えるばかりだ。それでもいいのかい。おや、アデルハイトが納得してくれるのなら僕も問題ないと思うよ。よく決断してくれたね。遅いなんてことはないさ。君が諦めない限りどんなことも間に合うよ。さてあーちゃんに会いに行こうか。